強い回転のかかったボールでもしっかり打ち返せますし、逆にしっかり自分の力で打つときもしっかり打てていいボールがいくラバーなんで、本当に超トップ選手向けというか、そういうラバーだなっていうふうに感じました。飛距離も出てくれますし、台から下がっても戦えるラバーだなっていうのはすごく感じました。本来ブロックっていうのは柔らかくてしっかり食い込むラバーの方がやりやすいんですけど、トップ選手はやっぱりそれをブロックの数をなるべく減らしてどうかけ返すかっていうのが大事になってくるので、そのかけ返すのはもちろんやりやすかったですし、僕はブロックも全然やりやすいラバーだなっていうふうに感じました。しっかり回転のかかるラバーなので、ハーフロングのボールに対してもしっかりボールを持ってしっかり回転のかかったループドライブができるので、その後の攻撃にもつながりますし、ループドライブだったり速い突き打ちだったりともやりやすいラバーだなというふうに感じました。すごく硬いラバーなので、もう本当に自分からガツッといったストップだったりツッツキっていうのは本当に精度いいボールがいくなっていうのはすごく感じました。やっぱり柔らかいラバーだとやりやすさはあるんですけど、相手もやりやすいっていう感じになっちゃうので、こういった硬いトップ選手が使うようなラバーなので、しっかりした切れ味の台上ができるので、ストップ、ツッツキ、フリックやりやすかったです。チキータも本当にしっかり回転がかかってネットを越えてくれるので、質のいいチキータが行くし、台上ドライブも質のいい台上、回転のかかった台上ドライブが行くので、得点率も上がりますし、その後の返ってくるボールも甘いボールが返ってきやすいので、それはすごく有利に戦えるなというのは感じました。V15 エキストラを打った感想は、本当に硬くて本当にトップ選手向けだなっていう印象がまず第一にあって、本当にしっかりいい体勢で打った時のボールの威力っていうのは本当にすごくいいボールが出ますし、それはもうフォアハンドもバックハンドも一緒 でやっぱり回転もしっかりかかるラバーなので、バックのカウンター、
ドライブとかフォアのカウンタードライブとかもしっかり回転のかかってしっかりネットを越えて台に入ってくれるので本当にトップ選手が使えるラバーだなっていうのが印象です。